ブロー・ユアカバー、リリース決定おめでとうございます。大人っぽくて素敵な曲。4月12日のリリース楽しみにしています。2024年4月12日、私たちの待ちに待った瞬間がやってきました。ブロー、ユアカバーのデジタルシングルがついにリリースされます。みんな、ワクワクしている素晴らしいニュースに、ファンの皆さんからは喜びの声が上がります。しかし、今回はこの新たなリリースについて、 ちょっと違った視点からお話ししようと思います。ブローユアカバーは私たちの心をつかんだ曲の一つです。その力強いリリックと中毒性のあるメロディーは聴く者を魅了し、多くのファンを魅了してきました。しかし、この曲には深いメッセージが込められていることをご存知でしょうか多くの人々が単にリズムに身を任せて楽しむだけでなく、その歌詞の背後にある意味を考えることは重要です。ブローユアカバーは 数々のファンに愛される曲であり、そのダンスパフォーマンスもまた魅力的です。ファンは新しい MV の完成度についても期待を寄せており、そのクオリティの高さに驚かされることでしょう。これまでの公式ポストやファンのコメントを見る限り、この MV は予想をはるかに超える素晴らしいものになりそうです。ブローユアカバーが 2ND シングルとして選ばれた理由や、これまでの活動に対するファンからの熱いサポートについて、私も驚きました。 特に、この曲が、ゴートでフィーチャーされたことが、多くのファンにとって大きな喜びであったことは明らかです。このフィーチャリングは、彼らの音楽の幅広さや多様性を示すものであり、新しいファン層にもアピールすることでしょう。さらに、このシングルのリリースに合わせて別バージョンも登場するということで、ファンはますます興奮しています。これにより、同じ曲でも新たな魅力が加わり、ファンはさらに楽しむことができるでしょう。 新バージョンのリリースが待ち遠しいですね。ナンバー、愛の公式ポストやファンからのメッセージを見ると、この 2ND デジタルシングルのリリースに関して多くの感謝の気持ちが伝わってきます。彼らの音楽とパフォーマンスに対する熱いサポートは、彼らがどれだけファンとのつながりを大切にしているかを物語っています。私自身も、この新曲のリリースを楽しみにしています。新しい MV や別バージョンの登場が、 どのような驚きや感動をもたらしてくれるのか、心待ちにしています。ファンと共に、ナンバー、愛の新たな一歩を喜びたいと思います。最後に、このシングルのリリースを記念して、どのような期待や予想を持っているでしょうかまた、これまでのナンバー、愛の楽曲の中でお気に入りのものは何ですか音楽とパフォーマンスに関するあなたの思いや感想を、ぜひシェアしてください。2024年4月12日、ナンバー、 前のファンにとっては街にまったりがやってきました。そう、彼らの 2ND デジタルシングル、ブローユアタワーがついにリリースされるのです。このニュースを聞いたとき、私の心は喜べで満たされました。彼らの新たな楽曲を聴くことができるなんて、本当に楽しみです。彼らのファンとして、私は彼らの音楽に夢中になっています。彼らの曲は、私たちの日常生活の中で特別な場面や感情を彩ります。 そして今回のシングル、ブロイワカバーも、きっと私たちに新たな感動を与えてくれることでしょう。このシングルのリリースに際して、彼らのファンたちは SNS 上で喜びを爆発させています。ツイッターやインスタグラム、そしてファシーブックでも、たくさんのお祝いのメッセージが寄せられています。ファンたちの興奮が伝わってくるようで、私も彼らと一緒に喜びを分かち合っています。そして、 このシングルリリースにはさらなる興奮が待っています。なんと別バージョンもリリースされるとのことです。これは素晴らしい驚きですね。彼らの曲にはいつも新たな魅力が詰まっていますが、別バージョンとなるとますます期待が高まります。また、ファンたちは MV、ミュージックビデオの公開も楽しみにしています。彼らの楽曲にはいつも素晴らしいビジュアルが付随していますが、 今回の MV もきっと彼らの魅力を存分に表現した作品になることでしょう。ダンスシーンやストーリーライン、そしてメンバーたちの演技にも期待が高まりますね。ただ、私にとっての特別な瞬間は、彼らの音楽を聴きながらの思い出です。彼らの曲は私たちの心に深く刻まれており、特定の瞬間や出来事を思い出させてくれます。例えば、彼らの曲が流れる中での友人との楽しい時間。 または自分自身を励ましてくれるような瞬間など、数えきれないほどの思い出があります。そして、彼らの音楽は時には私たちの人生に新たな視点を与えてくれます。彼らの歌詞には深いメッセージが込められており、私たちの心に響く言葉がたくさん詰まっています。そのため、彼らの曲を聴くたびに、私たちは自分自身と向き合い、成長する機会を得るのです。それでは、 この記事を読んだ皆さんにも質問を投げかけたいと思います。ナンバー、愛の新曲、ブローユアカバーに対するあなたの期待は何ですかまた、彼らの音楽があなたに与える影響について、どのような思いを抱いていますかぜひ、コメントでシェアしてください。この曲は、ブローユアカバーというタイトルが示すように、隠れた真実や秘密についての物語です。しかし、これは単に個人的な秘密に関するものだけではありません。 実際、この曲は社会的な偽善や表面的なイメージについても言及しています。それは、私たちが日常生活で見せるカバーや仮面が我々の真の事故を隠してしまうことを批判しているのです。この新しいシングルのリリースによって、私たちは自分たちの内なる世界を探求し、事故を受け入れることの重要性を考え直す機会を得るでしょう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。 この曲が本当に私たちに何を伝えようとしているのでしょうかその背後に隠されたメッセージは何なのでしょうかもしかしたら、この曲は単に個人的な内面に焦点を当てるだけでなく、より広い社会的な問題についても考えさせるために作られたのかもしれません。例えば、SNS 上での完璧な生活の演出や、表面的なイメージによって隠される心の闇についての問題が取り上げられているのかもしれません。 また、この曲がリリースされる背景には、最近の社会的な動向や文化的な変化も影響しているかもしれません。例えば、メンタルヘルスや自己需要に関する議論がますます盛んになっている今日、この曲がさらに多くの人々に共感を呼び起こす可能性があります。しかし、一方で、この曲が提起する問題に対する解決策は何でしょうか私たちは自己需要や真実を受け入れることの重要性を認識していますが、 それを実践するための具体的な方法は何でしょうか個人的なレベルだけでなく、社会全体でこの問題に取り組むためのアプローチは何でしょうかブローユアカバーのリリースによって、私たちはこれらの疑問に向き合い、議論を深める機会を得るでしょう。私たちの内なる世界と外部の世界の関係について考えることは、私たちの成長と発展にとって不可欠な要素です。そして、この曲が私たちに与える啓発は、 その議論のきっかけとなるかもしれません。最後に、あなたに一つ質問を投げかけます。あなたは自分自身のカバーを吹き飛ばし、真実の事故と向き合う準備ができていますかそして、この曲があなたに与えるインスピレーションは何でしょうかそれを考えると、新しいシングルのリリースがさらなる深い議論と理解を生み出すことを願ってやみません。